この噴火に伴い火砕流が火口より1キロ以上に達しました。阿蘇山では火山活動が高まっていることから、本日11時48分に火口周辺警報を発表し、噴火警戒レベルを2から3へと引き上げました。二次災害といいますか、今回警戒範囲1キロから2キロに広げました。引き続きまた、噴火が起こる可能性もございます。この2キロの範囲には、決して入らないでいただきたいと思います。やばい、来ようぞこれ。やばい